カープライムエクスクルーシブラウンジメイン MC の大谷達也です。今日はこのポルシェ 911GTS をご紹介するんですけども、もう一人この方、谷口信輝さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあこの車の車名を言ってください。ポルシェポーシェ、はい、あの大体そうですね、向こうの人はポーシって感じで、ポーシ、はい、はい、感じで発音しますね、はい、ポルシェ、911山口百恵バージョン、そうです、真っ赤なポルシェいいですね、はい、911、はい、911ただ、はい、この世代の911を、うん、タイプ992と呼びます、うん、ポルシェ911の992、991の992ってことは911のなんか別のこともあるんですか？911だからこれの前の世代はタイプ991だったわけです。はあ、で、あのそれは要はポルシェが元々は、まあ、車の設計事務所だったんです。でそのプロジェクトごとに番号をつけてったわけですね、うん、その番号でいくとこれはだから992番目ですねということで、まあ、992という名前がついてると。991なのに名前が、はい、911なのに992、分かりにくいって、はい、まあまあまあ、992は置いときましょう、うん、これは911です。911、はい、でもナンバー見たら992ですもんね。カープライムがついてあそうか、まあいいや、はい、それで、これ GTS ってモデルなんですけども、はい、なんか GTS についてご存知ですか？いいえ、全く、全く。生沢哲さんって昔レーシングドライバーの方いらっしゃったの、ちょっと苦手な感じかな。存じ上げません。そうですか。僕らからもうちょっと上の人たちだと、はい、生沢哲さんがスカイライン GTB という車に乗って、はい、第2回日本グランプリっていう鈴鹿サーキットで行われたレース、はい、そこで式場総吉さんというのがポルシェ904に乗って、はい、2人で戦って、はい、本当はポルシェが全然速いのに1回だけ生沢さんが前に出たっていうので、そこでスカイライン伝説というのが生まれたっていう、もう何年前、ほぼ60年前のお話があるんですね。知るわけがないですよ、僕がね生まれてないですもんねはい、ごめんなさい、はい、でその時式場さんが乗ってたポルシェが 904GTS っていうんです。でこれの GTS、はい、そのだから、904っていうのがポルシェとしては一番最初の GTS だったんですね、うん、はい、でその心は何かっていうと、すごく高性能なスポーツカーなんだけども、割とこう快適性とかも高くて、すごい本当にちょっと遠くまで行けますみたいな、うん、そういうのが今もこの GTS にはちょっとそういう意味合いが込められております。なるほど。もうちょっと言うと、最近のこの911の GTS は割とね、911のモデルライフがあるじゃないですか、はい、と大体この辺かこの辺で出てくるんです。で、最初だから、まあ、例えばカレラとかカレラ S とかが出てきて、いろいろ出てきて GTS が出てくると、うん、そろそろその911は一段落つくぞっていうのが、ポルシェファンの間の共通の認識で、何かっていうと、いろんな、もうこれも本当にだから豪華装備が最初から結構ついてて、でも性能も高いし乗り心地もいいしみたいなのが GTS の、ポジションなんですよ。まあ、歌手でいうといろんなシングルいっぱい出してて、はい、いよいよ最後にアルバムというか、そうですね、ベストベスト、はい、アルバムを、ベストアルバムを、はい、そうです、そうです、そうです、ベストアルバムみたいな、ベストアルバム全部一番いいのが詰まってる。そうそう、だからこれもね、まあ、ちょっとお値段はするんですけども、でも内容的に考えると一番お買い得な911って言ってもいい。で、911っていうとターボ、うん、すごい速いターボと、あとサーキットですごく速い GT3 っていうのとあるじゃないですか、はい、それでいうとね、これはどっちかというとターボ系なのかな。ターボってすごいこう割と乗り心地が良くて、はい、ね、装備もついててっていう、はい、それのもう一個ちょっと下ぐらい位置づけみたいな感じなんですね。でまあちょっと乗り心地とかその辺は後で、いろいろ試していきたいんですけども、この車なんと、はい、7速のマニュアルトランスミッション。あ、マニュアル、はい、トラックスね、トラック、トラック
ガチャッと。だって7速マニュアルっていったらトラックが先ですからね、はいはい、まあそうですね、はい、乗用車ではなかなかないですよね、はい、まず第一に谷口さんはマニュアルトランスミッションってどうですか、お好きですか。好きですね。ああ、どういうところが。やはり、うん、僕はその3ペダルで育ってきてるんで、はい、やっぱりクラッチもね、自分が操作して、はい、マニュアルこう操作してっていうところが、うん、やっぱり車を扱ってる感がすごくあるので、なるほどね、マニュアルは好きです、渋滞の時以外は、はい、こういう山道走るんだったら、あ、もうそれはもう最高っていう話ですね、はい、今時のオートマとか、はい、いや PDK とか、うん、いわゆるそのパドルとか、はい、間違いなく マニュアルよりも、うん、性能が高く、僕が2台乗ったら、はい、多分、はい、その PDK とか、はい、パドルとかの方が間違いなく速くうまく走れるんですよ、はい、マニュアルより、はい、でも、マニュアルにはマニュアルの楽しさ、うんうん、もちろん日本語で言うと不便ですよ、絶対日本語で言うところ不便ですけど、はいはいはい、でも、はい、そこにはそこに、うん、まあ、僕らの世代だけかもしれないですけど、うん、はいはい、マニュアルにはマニュアルの味と楽しさがあるんですよね、うんうん、す。谷口さんはもちろんレーシングドライバーじゃないですか、はい、レーシングドライバーでレースで出る車だったらどっちを選びます。もちろんそのパドルシフトの方が、ね、それはそっちの方が速いから、速いからですよね、はい、速さで競争するんだったら、うん、パドルが、僕は車好きなところの気持ちで、はい、マニュアルが好きっていうことですね、はい、だからレースするんだったらパドルだけど、そうレーシングドライバーとして の気質で、はい、マニュアルが好きってとこじゃないです ですね、車好き兄ちゃん の気質で、はい、マニュアルが好きと、はい、こういうところ走るのに、まあ、もうマニュアルがっていうことですね、はい、でも別に山じゃなくても、はい、渋滞じゃなきゃ、あ、渋滞以外だったら、はい、高速道路とかだったら、はい、渋滞のみ伸び嫌ですね、はい、マニュアル渋滞だけなんかオートマチックに変わるのがそれがいいですね、はい、でも7速って聞いてどう思いますか、このスポーツカーで7速ですよ。いらないとは思うんですよ昔で言うとね、はいはいはい、やっぱパワーがないとか、うん、だからクロスレシオにしていって、こう常に美味しい回転域をキープした状態でシフトアップしても、はい、あんまりドロップせず、はい、で、次々とシフトアップしていけるみたいな、はい、なおかつ、はい、一番最後のまあ移動、高速移動とかいう時に、はいはい、一番まあ6速とかが、はいはい、ね、あれば、はいはい、まあ、エンジン回転低めで、はい、なんか移動できるみたいな、うん、っていうところはあるけど、まあ、基本的にはクロスレシオにしてパワーバンド外さないっていうね、はい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 、それは昔エンジンのパワーバンドがものすごいこう狭かったからだし、パワーもないし、はい、だから要は高回転をキープして走りたいとかっていう ね、ブワーンと回して、はい、ギア変えて、はい、結構ドロップしてまたブワーン、はい、ギア変えてまたドロップしてっていうよりはクロスレッションしてパーン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 と使いたいじゃないですか、はいはいはい、っていうところだったんですけど、はいはい、今時ってパワーある、トルクある、はいはい、正直ギア変えなくて走れた方が速いとか便利とかいうところがあるんで、いるかっていう疑問は今持ってます、はい、いるかいらないかで言えばって話ですよね。そうそう、今例えばこの車今からまだこの後乗ってみますけど、はい、きっとエンジンパワーもトルクもあると思うんですね、うんうん、間違いないです。だから多分ギアもまあまあ高いギアのまま乗れたりとかする感じだと思うんですけど、はい、多分135でいっちゃいますね、はい、そうですね、多分1357、ね、はい、みたいな感じですよね、はい、だからまあでも、はい、買う側からすると、うんうん、やっぱり今までなかったものが新たに作っていうことは、なんかこう購買意欲の一つにはなりますよね。5速より6速のが偉いし、6速より7速のが偉いっていう、はいはい、ただオートマでいうともう9速ぐらいまでいってますからね。ってます、9速10速がね、10いるんですか。10あります、はい、ありますね、はい、っていうだけど、まあマニュアルだと
7は結構、はい、結構なもんですよね。そうですね。僕でも7速って聞いて、うん、一番気になるのは間違えないかなと。まあそうですね、ゲートが、はい、その、あの6速だったら3列じゃないですか、はい、そうなんですよね、はい、4列目が出るんですよね。どこだっていう、あのこれ見てる人に、はい、もう今時の人って、はい、マニュアルって乗ったことない、そもそもですね、女性はもちろん、はい、男性でも、はい、オートマ限定ですってね、人がね言ってマニュアル乗ったことない人も、はい、もう多い時代になってきてるんですよ、はいはい、だからこのマニュアルがこうやって1位2位3位4位5位っていうのは、はい、なんとなく知ってる方もいると思うんですけど、はいはい、手をパンと離したら、はい、ど真ん中のとこに戻、はい、シフトって戻ってくるんですよ、はい、で、はい、戻両方にバネがいて、はい、で真ん中に戻ってくるんですよね、はい、そのまま前に押すと3、はい、そのままこっちに手前に引くと4、はいはい、ローは向こうに押して前、はいはい、向こうに押して引くと2とかね、はい、こっちに引いて押すと5みたいな、はい、とにかくこうプッと戻すとね真ん中にボヨーンと戻ってきて、はい、っていうこのニュートラルなところが真ん中に存在するんですけど、それでいくと、はい、さあ押して前がロー、はい、で真ん中からまっすぐ3、はい、引いて前が5、はい、6はここでしょ、はい、7どこどうすんだろうねっていう、ぜひ試してください。どうすんだろう、もう一個硬いのがいるのかな、うん、それとも押しながらやるのかな、どうなんだろう。あの押さないです、押さない、そのままいけるんですが、はい、どすとすると、はい、ここは1列目なのか2列目なのか、そうですね、3列目なのかっていう、要は7から、はい、7からこう、6にするときに、はい、油断するとこの4に行っちゃわないかとか、はい、だからいろいろ心配ありますよね。それはちょっとぜひとも、はい、気にしてみましょう、はいはいはい、ちょっとでそれずっと話戻るんですけども、はい、谷口さんにとって911ってどんな車ですか。知りません知りませんってことはないだって確かポルシェのインストラクターかなんかやってらっしゃいませんでしたっけ。やってましたね、でですよね、はいはい、ですよね。どんな車、はい、どんな車ですか、どんなイメージの車ですか。でもやっぱり一つはスポーツカーって言ったら911じゃないですか。まあまあそうですけど、はい、代表的な、まあそうですけどですよね、はいはい、あとは何かないですか特にだし特にえでも好き嫌いで言ったらどっちですか。好きですよ。どんなところが好きなんですか。あのね、はい、ポルシェといえばっていう、うん、はい、辺の位置に属してると思うんですけど、はい、そのやっぱりなんかポルシェをあの愛する人、まあ、いろんなポルシェの中でもいろいろありますけど、うん、はいはいはい、例えばボクスターケーマンとかはポルシェじゃないっていう人もいたりでもするじゃないですか、はいはい、中にはね、はい、でカイエンとかあのパナメーラとかも、はいはい、フォード系、はい、違うと、はい、やっぱりあのポルシェっつったらっていう方いるじゃないですか、うんうんうん、はい、僕はあんまりそこに対して の, あのこだわりみたいなはないですけ ど, なるほ ど, どれも個性あって素晴らしい車だと思うし、あの谷口さんパナメーラ好きですもんね。パナメーラ好きです ね、はいはい、だしボクスターとかね、あの辺も、うん、あのケイマンとかも乗り味最高に楽しいですし、最近のはケイマンとかもすごくいいですもんね、はい、はい、なので特にだから911だからっていうのはないかも、うん、ないですね。なるほどね。ただあの一度所有してみたいですね。谷口さんまだ911持ったことないです。あ、本当ですか。はい、いや僕もやっぱりそれは思いますよね、うんうん、なんか一回これ持っとくと、うん、ちょっとスポーツ自分なりのこうスポーツカー界、うん、みたいなのがなんかできそうな感じがする。決してまあ便利じゃないと思うんですよ、うんうん、あの2シーターだし4シーター、これはあ、ないよ、これはないんですね。ないない、はい、2シーターだし、はい、ゴルフバッグも乗らないし、ね、ね、なんかあのまあでも、はい、なんとなくポルシェっつったら、ね、一度は通っておきたい感じはありますよね。まあやっぱ憧れの車であるのは間違いないですよね。ポルシェのキーを、ね、かけてみたいですよね、自分のところのあれにね。ですか、ね、かりました。いつかはじゃあいつかはポルシェということで、はい、乗ってみましょうか、はい、さてスポーツカーといえばやっぱりタイヤですよね。ね、うん、
見てください、このサイズ、はい、20インチ、はい、しかもリアなんて、はい、305、はい、3021、はい、すさまじい。僕ね、はい、さっきこの車の後ろを走ってたんですよ、はい、後ろから見るとすごいですよ、あの、はい、ボディのなんか半分ぐらいタイヤみたいな、はい、あの右のタイヤと左のタイヤは多分ほぼ繋がってるんですよね、はい、そのぐらいの感じに見えますよね、はい、でだからこれだけのタイヤどんなグリップ力なんだって思いますよね、うん、そうですね。いや、あのでもね、はい、先ほどもちょっと少しだけ話が出ましたが、はい、もうやっぱり今時の車は馬力もすごい、はいはい、でシャーシ剛線は昔と比べてもうすごい、はいはい、でアーム類やらダンパーやら全てにおいてもう昔とは全然剛性もだしレベルもだし上がってて、はいはい、そこにねブレーキもこんなでっかいのついて、はい、やはりそこで一番のやっぱり車についていかなくちゃいけない進化っていうのはタイヤにすごくあって、だから昔の車はやっぱり昔の車レベルのタイヤがついてて、で車が進化したらタイヤもどんどん進化していくんですよね。なのでもう今やもうこんなサイズ考えられないですよね。でサイズが大きくなっただけじゃなくて、もうタイヤ自体の性能もグワッて上がってるわけですから、こっから出てくる性能は本当にものすごいことになってるわけですよね。まあ、本当にこのパワーとこの車のポテンシャルをその路面に伝えていく、うん、はい、というとやっぱこの、このサイズになっちゃうんですね。必要っていうことですね、でもだから裏を返して言えば、これ分だけ車側も本当にすごい進化したっていう、そうですね、タイヤと車が一緒になってどんどん進化していってるっていうことを今谷口さんおっしゃりたかった。あ、さらにね、はいはい、昔は、正直メーカー側もどうせタイヤ変えるでしょぐらいの前提で、はい、ありましたありました。なんかいわゆるの買った後、変えるでしょみたいなぐらいだったじゃないですか、特に国産が、あと特にスポーツ系、はいはいはい、ですよね、はい、今は、もうメーカーから買った時点でもう完璧な状態じゃないですか、はいはいはい、要は大きく違いますよね。タイヤ折り込みで車も作られてますし、はい、車に合わせてタイヤも使われてるんで、これ変えるっていうのはちょっと今なかなか難しくなってきてますよね、事実ね、はい、エンジン効くあれこれどうやって開けるのこれ、あそのまま、はい、え、あうわこれなんか見た今のなんかね、取ってどうやって閉めるのこれ、あの時間で、時間で、はい、すごい手が入る隙間が少ない、はい、ちょっとなんかねあれなんか本当に、はい、タンスの引き出しぐらいの隙間しかなかったお見ましたか、ちょっと待ってちょっと待って、はい、かっこいいなと思ってます今。なんかちょっといいなと思った、はい、シートもすごいな、ちょっとかっこいい、かっこいいですね、かっこいい、カーボンフレーム的な、カーボンですもろに、はい、あもうなんか整理されてる、いいな、かっこいい、もうね、顔見てるだけで分かりますよ谷口さんがこれ喜んでる感じが、これはいいですね、はい、エンジンをかけましょうね、これか、はい、かかりが良い、今時の車はね空ぶかしをあんまり楽しませてくれないんだよね、アクセル踏んでも3000ぐらいまでしか上がらないな、ほら、これ全開、アクセル全開今。空ぶかしさせろや。谷口さんからのお願いでした。あ、マフラーサウンド。あ、来ましたね。でも回転わかんないけど。離した時のちょっとブワーって音が大きくなりましたね。はい、それはきっと運転してたらまたもうちょっと違うんでしょうね。そうですね、あ、それでも大きくなった、
マフラーに弁があるみたいで、はい、今うるさいモード、これ静かなモード、結構違いありますよね。ね、なんか迫力あるこう低音がね乗っかってくる感じですね。マフラーのとこ行ってみる、それカメラ、はい、今静かなモード、今静かなモードです、今うるさいモード、これが静かモード、これ止まったモードぐらいでいいですか、はい、このね純正ならではの、うん、このもうこのねシートベルトが、はい、もうこの穴通ってるじゃないですか。嬉しいですね。ね、はい、あの後からバケット入れると、はい、このベルトが上通るじゃないですか、はいはい、だからちょっと隙間が空いちゃうんですよね、はい、こっちのキャッチの方もシートの中にあるんで、うん、そういう意味ではベルトがちゃんと体を固定してくれて、はい、安心安全ですね、はい、これはいいっすね。ポルシェはやっぱりそういうね、スポーツカーメーカーですけども安心とかは安全とかはすごい気を使ってますよね。うん、これいいな。これ お高いんですよね。お高いです。お高いですよね。まあ2000万と思っていただいて結構かなと。2000万。そうですか。そういうの乗れるだけ幸せですね。本当です。いい、我々いい仕事をさせていただいてます。はい、なんだこれ。こんなところにキャッチがある。あ、それはね、うん、結構、はい、ありますよ。すごっ。これがここにズボボって入るんだね、これ。と、あのドアが揺れないっていう。ね、ボディ剛性にちょっと貢献してるんですね。はい。はい、普通に今7速 MT で1速2速3速ときました。4速5速6速6速あ、普通、あ、なんだこれ、意外と普通でしょ。普通だ。あ、で、あ、6から3にいったただ、うん、あの、なんでしょう、多分ですけども、はい、そのまま自分の、まあ、左右に一切動かさなければ、はい、そのままの、はい、例えば3点とかいきますけど、そうそう、だけど、はい、まあ、そこから左右に力を入れれば、はいはい、1個隣に行く感じ で、 そうですね、2個隣にはなかなか行かない、行かないですね、行かない、はい、なんかこれは多分絶妙ですよね、この力加減というか。そうですね、はい、だから迷うかなと思うと意外と迷わない。そうですね、はい、面白いですよね、はい、シフトフィールはどうですか。シフトフィール、あの、はい、コキコキなんか、はい、固くなく、はい、ふにゃふにゃでもなく、はい、ちょうどいいですね。本当ですか、はい、あの無駄にシフトしたくなる、なる感じですね、なる。で今は、まあ、まさに無駄にシフト、はい、してますよね、はい、してます。で、まあ私実はまだこの車運転してないんですけども、はい、ちょっと想像するにですね、はい、じゃあ7速、はい、必要かどうかといえば、はい、必要ない、多分いらないと思いますよただ、はい、今谷口さんがやられたみたいに、はい、ちょこちょこ買いたくなる、はい、まあ、特に今こうステージが、あ、はい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 、車速域があんま高くないんで、はいはい、まあ上のギアいらないじゃないですか、はい、ほぼあの3速4速ぐらいで流すぐらいの場所なんで、はいはいはい、そういう意味ではまだこの場所では7速があんまり必要と思わないけど、はい、ちょ、高速とか乗りに行き始めたら、はい、7いるでしょうってなるかもしれないですね、はいはい、なんかわかんないですけど、私の感覚としては、はい、まあ本当に必要必要じゃないというよりも、はい、ちょこちょ こうシフトしたくなった時に、はい、いくらでもできる楽しみがあるみたいな、はいはい、なんかその辺かなっていう。あとですね、はい、あの、まあタイヤも素晴らしいんでしょうけど、はい、車が路面に張り付いてるように、はい、すごい、もうハンドル切れば切った分曲がっていくし、はい、フロントもリアも、はい、もうなんか磁石で座れてんのかってぐらい、はい、
張り付いてますね。すさまじい接地感。はい、すさまじい接地感。はい。で、全く怖くない。はい。全く怖くない。で、車の動きもすごく安定してますよね。はい、このボディの動きが。はい、やっぱりこう乗り心地良くないですか？良い。良いですよね、これ。道すごくアンジュレーションあるんですけど、はいはい、すごく乗り心地良いですね。はい、で、ボディはすごく安定してるけど、はい、タイヤがなんかゆったりと下で動いてる感じは、うん、常にこう伝わってきますよね。そうですね。で、だからなんかそこで足回りでものすごいいろいろショックを吸収してくれて、はい、だから乗り心地が良くなってるんじゃないかなっていう感じが。これ、素晴らしいな。はい、で一番最初にちょっとお話しましたけども、はい、GTS って装備も豪華、はい、パフォーマンスも結構高い、はい、だけど乗り心地も良くて快適みたいなのが、うん、つまりなんかもう911の全部乗せっていうか全部いいみたいな、はい、ベストアルバムな感じです。やっぱりまさにベストアルバムな感じですね、はいはい、普通に例えばだからカレラ4とかをベースにして、はい、いろいろオプションで積み上げていくよりも、はい、こっちの方が価格的にはお得と、はい、で特にこの足回りは多分つけられないので、はい、オプションでもこれはね、はい、すごくいいですね。すごくいいですよね。全然無理して走ってませんけど、はい、なんかもうめちゃくちゃ安心で、なんか車のどこにも遊びがない感じがしますよね、はい、はい、カーブがブレーキいらないですね、はい、ハンドル切ったらそのままハンドル切ったらそのまま曲がりますね。本当ですね、はい、でその時にもなんかボディが全然不安定な姿勢にならないですね、はいはい、それも 無理してる感じもなく、はい、なんか限界なんかすごい高そうですね。もちろんそれは谷口さんのハンドルの切り方がすごく絶妙だからっていうのもあるんですけども、いやいや、これ別に僕のテクニック使ってないです何も。いやいや、でも本当に安定してて、はい、怖くないし、あの車は怖いですけども、はい、ですね、これいいわ、素晴らしい。なんかやっぱりポルシェらしい機械の良さにあふれてますね、はい、これ素晴らしいわ。でやっぱりこう足が本当よく動いてますね。狙ったところに狙った姿勢できますね。本当ですね、もうピタッとそこに行きますね。ピタッと行く、なんかあそこに行くためにこの辺から切り始めて、はい、ロールしてちょうどほらうまくいったでしょじゃない。なるほどではない。はい、もうなんかその場面その場面で、はい、あそこに行きたいよって、はい、言えばよっつってこう、はい、で大してロールもしないでそのままフーッと曲がっていってくれる感じ、はい、コーナー入っていって、はい、あもっときついのねってやれば、はい、なんかこう、はい、なんとこのなんだろう、このポテンシャルがこうの懐の深さというか、はいはい、これはすごいな。もう自由自在ですね。自由自在、はい、なんかというか、はい、余裕にあふれ返ってる、うんうんうん、でも分かんないんですけども、そんなに簡単に運転できちゃう車だと、はい、つまんなかったりしちゃわないのって思うじゃないですか、はい、つまんなくなさそうですね。いや、そんな風には全くならないですね。ならないですよね、はい、なぜなんでしょうね。詰まるっすね、詰まる逆に詰まってますよね、はい、それやっぱりこう車からいろんな情報が来るからなんですかね。もうですけど、はい、つまんないっていうのは、うん、やっぱりインフォメーションが少なかったり、はい、なんか限界が低かったり、なるほどなんかこれ以上もう応答してくんないじゃん、はい、とか、うん、なるほど、あまりこうも求めれないなって、うん、その車に、うん、まあこんなもんかっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、なるほど。多分、はい、この車の懐の深さは、はい、まあまあの人でも、はい、まだお前の懐のが上だよとかって手のひら状態、そう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 、はい、そんな感じに感じますね。で、まだ手のひらの上に乗っかってるのに、はい、運転しててワクワクしてきますよね、これ。そうですね。で、そんなことないですか？
なんか、はい、いや本当別に無理して攻めてはないですけど、はいはい、いやもう常識的にこれ以上、はい、なんかなんとなく、はい、カーブにね、はい、これ以上早く入るのって怖いじゃんってね、はい、人間の方が、はい、多分思っちゃうと思うんですよ、はいはい、でも行くと、はい、この車の懐の方が勝っちゃって、はい、なんか曲がっちゃうっていうね、いう、はいはい、うわうわまだあった下からトルクあるのに、はい、上に回したら来ましたね、はい、うわ4000、5000ぐらいからまだもう一段来ますね、はい、ギアが、はい、いっぱいあるからついつい、はい、ギア変えたくて上げちゃって低回転で走っちゃうんですけど、はいはい、そうじゃなくてもまた音もいいんださあこれは最高っすねこれいやあでももう一つは、はい、もちろん今ここタイヤの限界域内で我々走ってるわけですけども、はい、やっぱりでも谷口さんなんかは、はい、タイヤのこうギリギリのところを狙って、はい、走る楽しさをもちろんよくご存知で、はい、そういうのこそ結構スポーツカーの走りの楽しみ方みたいな風にきっと思ってらっしゃるわけじゃないですか、はい、この車全然限界域内で走ってて楽しいですよね。そうですね。別に無理して走らなくても楽しいですね。はい、楽しいですよね。はい、この車が運転手の、はい、応答に答えてくれるところが、はいはい、すごく気持ちいい。ねえ、はい、どこまでやってくれるんだろうと思うと、はい、どこまでもやってくれるっていう。はい、そうですね。はい。それにしても安定してますね。めちゃくちゃいいな。惚れ惚れしちゃう。いやいや、パナメーラもすごくいい車でしたけども、はい、やっぱりあれよりはスポーツカーらしいっていうか、そうですね。こうギュッと引き締まってて、はい、反応が全部素早い感じしますよね。はい、マジブレーキいらない。でも今みたいな入ってき方もたまらんですね。たまらんですね。いや僕正直言うと、はい、このタイプ99になってから、はい、まあ彼らレースもターボも、はい、みんなちょっと乗り心地が硬くなっちゃって、はい、ちょっと辛いなって正直思ってたんですけども、このコーナーとかブレーキ踏みたいじゃないですか。はい、普通だったらそうですよね、はい、全然なんか奥に行ってちょっと深くなるコーナーなんで、はい、ちょっと早めにブレーキかけときたい感じですけど、はい、全くそのまま行けちゃいますもんね。でもはい、これ魔法の車ですね。本当にすごい、これすごい。ちょっとポルシェ本気出しちゃった感じしますね。いやー、バリバリ走りに振ってるわけじゃないんですけど、はいはい、でそのバリバリ走る中での楽しさとかじゃなくて、はい、普段使い、はい、まあ心地よく走るレベルの中でも、はいはい、もうめちゃくちゃ気持ちよく楽しい。多分この車のポテンシャルから考えたら、はい、今4割とか5割とか、はい、そんなイメージですよ ね、 そうですね。もうちょっとせいぜい6割ぐらい、もっと少ないかもしれないです、はい、正直、はい、今走ってて、はい、何にも怖くないんですけど、はい、ここは一般道なんで、はい、誰がどんなところ止まってるか、はい、U ターンしてるとか、はい、バイクが転んでくるとかっていう、はい、とこだけを今気にしてるんで、はい、要はそのリスク管理でペースが決まってくるって感じですよね。はい、これでもちょっと私もびっくりしてます。これはいいわ、最高だわ、最高しちゃったでも本当に車の性能高いけど、はい、スポーツカーを走らせてるっていう満足感もすごいありますよね。そうですね。これ箱根に1日いられるな。本当ですね、はい、ガソリンなくなるまで、はい、ちょっとお猿さんになっちゃいますね。こことかも全然ブレーキ踏みたいですけど、普通だったらそうですよね。あそこちょっとアンジュレーションもあって逆バンクっぽくて、はい、こことかも普通ブレーキ踏むじゃないですか、はい、踏みます、絶対踏みます。今アクセル踏んでますからね
でも、はい、横に乗ってる側としては、はい、谷口さんブレーキ踏んだんじゃないかなって思うぐらい、はいはい、安定した姿勢で入ってってますよね、はい、これどんだけフロントのグリップがあるんでしょうね。フロントにエンジンないじゃないですか。フロント荷重なんかあんまないのに、はい、どこま、はい、なんでこんなにフロント荷重抜けないんだろう。どこまでもフロントが入ってきますよね。エンジンブレーキとか、はい、フットブレーキとか踏んでる時だったら、はい、当然フロントグリップ回すんですけど、はい、アクセル触ってても抜けないんで、はい、なんだこれみたいな。不思議ですね、はい、これ荷重移動って言葉は必要ないですね、はい、いやでも本当にこんなに簡単すぎちゃったら面白くないはずなのに、なことはない、なんですよね、はい、これがなんかすごいですね、この車。めちゃくちゃ気持ちいいですね、はい、いや俺の運転が上手くなった感じする。いやいや上手いんですけども、上手いんですけど、はい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 、さらに、はい、いや気持ちいいな。これでサーキット行ったらどうなっちゃうんでしょうね。サーキットなんかいらないっすこれが992の楽しみ方なのかな。シフトミスなし。なし。7速でも全然大丈夫でした。はい、不思議な体験でしたね、なんか。いや。欲しい。ちょっと谷口さん呆然としてません今。欲しい。これ欲しいな。というわけで今日、ポルシェ911 GTS 谷口さんと一緒に乗ってきました。一言で申しますとですね、はい、MS です。 MS マジ素晴らしい素晴らしい、マジ素晴らしい、マジ素晴らしい、はい、ちょっと、はい、谷口さんのスポーツカー記録更新したかもっていう、僕の中での、はい、本当にたくさん車乗ってきてる中での、上位にズワーってきましたね。来ましたね、はい、赤丸急上昇な感じ、はい、で何がすごいって、うん、何にでも使えちゃいそうな感じ。そうですね、ユーティリティな感じもしますし、はい、本当に走れる、うん、快適にも走れる、はい、でどの領域にも心地よく、はい、心地よくっていうかもう気持ちよく、はい、最高の羊以上の感じです、はい、感じですね、ですよね。飛ばしてもいいし飛ばさなくてもいいし、はい、限界近くまで行ってもきっと楽しいだろうけども、全然限界じゃなくて走っててもすごい楽しい。乗り心地も程よく、はい、シートはこんなにカチコチなのに、はい、全然嫌な感じもしなくて、はいはい、でステアリングフィール最高、はい、アクセルレスポンス最高、はい、MS っすね何でしたっけ MS は。マジ素晴らしいあ、そういえば最初にちょっと心配だった7速 MT どうでした。何にも問題ないし、はい、気にせず使えますけど、はい、いらんくねとは思ってます、はい、別になくてもいいけど、うん、あっても別に邪魔でも何でもないし、ね、っていうことですよね、はい、というわけでじゃあちょっと今日のおさらいを1個。はい、911GTS の S は GT 全て全て、はい、全ていい全てが盛り込まれてる、てる911、はい、ザ・ベスト・オブ・ザ・ベストベスト・オブ・ベストというのが、はい、谷口さんの、ポルシェ 911GTS の評価でした、はい、というわけで、ここまで 911GTS をお送りしてきました、こちらよろしければまた、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは谷口さん次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあさようなら。皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。